来た。はい。はじめまして。はじめまして。あら、お願いします。あら、若い子来たな。もうそんな。本当に？はい。若そう。真ん中ぐらいです。お名前もちょっとわからないんで、はい、初めてお会いしたんで。はい。まず名前から伺ってもいいですか。はい、はい、名前は、吉野です。吉野さん、はい、初めましてよろしくお願いします。中川パラダイスです。はい。お仕事は何されてるんですか。お仕事、いや、お仕事は今、女優の方を。じゃあ女優やられてるってことは、なんかいろんなドラマに出たりとか、はい、お芝居やったりとか、はい、そういう活動をしてるの。今はそうですね、あのお芝居の方をやってて、うん、舞台に出たり、あと短編映画出たり、うん、ああ、なるほどね。こうなんか被写体、なんかカメラマンさんに写真撮ってもらって、撮影会みたいなやつ。あ、なんか撮影会ではなくて、なんか個人でやって作品撮りみたいなのをしていくみたいな。あ、そんなんあるんや、はい、最終的にどうなりたいみたいな憧れの人とかっていてんの。私の憧れの人は、うん、俳優だったらもうダントツで堺雅人さんなんですよ。男性の方で行くんや。あ、女性もいます、うん、女性は、うん、あの吉高由里子さんが好き。あ、じゃあもう本当に演技の上手い人、はい、その実力派が憧れてるね。憧れてます。どういう今まで役でさ、はい、なんかあ、これ難しかったなみたいなある。あ、なんだろう、すごい、うん、あの個人的に難しかったのは、結構ヒステリックっていうかシリアスになんかなる役、うん、なんかこうそういう役って感情を中身に込めがちだから、うん、アウトプットされないんですよ、なかなか。だから、そのアウトプットする方法が難しすぎて、うん、なんかそういうシリアスな役の難しさを学びましたね。はっ、ちょっと、マジ何言ってるか全然わからない。ごめんよ、ごめんよ、マジ何言ってるかわからない。俺がな、稚拙なだけでさ、いや、多分まあそういうなんかいろんなあるってことよね。そう、うん、なんかキスシーンとかさ、そういうラブシーンみたいな。その吉高由里子さんなんて乳首出してましたっけ。出してますね。あ、ってなると、やっぱ女優魂とかでさ、はい、ラブシーンとかあったらさ、うん、受ける。ラブシーンは受けます。そのセックスシーンは受けます。受ける。だってそれがもう作品なら。あ、そう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 。あ、だからやっぱそのぐらいの気持ちはありますよみたいなこと。東京秘密基地とか行ったことない？ない、知らない。え？何ですかそれ？知らん？知らない。あの女性用風俗ってあるの、今。うん。うん。だからすごいらしいよ。それ女性用風俗はお金さえ出してしまえば、優雅ままに男前の男性が来て、うん、その人がマッサージとか、その本番みたいなのはないんやけど、うん、ちょっとエッチなことをしてくれるみたいな。だからなんて言うんやろうな、その、うん、後腐れがないというか。はい。うん。都合のいいように使えるみたいな、うん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 、女性版風俗逆っていうことか。そう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 、うん、あるみたい、うん、もしあ興味あるやったら今日 帰りの電車でさ、東京秘密基地で調べてみていいですか。あ、調べるまではすると思うけど一応入力はします。入力一回してみて。入力はします。うん、な、自分から行くっていうのもいいと思うよ。なるほど。話してんじゃん。本当ですよね。あ、ごめんごめんごめん。ちなみにその事務所的には彼氏作んのとかって OK？ だってアイドルでもないしさ、うんうんうん、別に女優さんやんか、はい、で事務所的にはどんどん恋愛していきなさいよな、それとも恋愛はダメなんか、どっちなの、うん、どうなんですかね。うん、OK です。あ、え、 OK らしいです。事務所なんですか。令和のドラで、そう、撮ったから、うちにしたんですよ。あ、そうなんですか。それまでは事務所に入ってなかった。あ、もうフリーでやってました。あ、フリーなんや。はい。でも女優さんとかって結構恋愛とかさ、はい、スクープされがちやん。されがちですね。それだから個人の自由に任せますよとか、自分の経験から恋愛の話とかっていうのも多かったりするから、うんうん、そういうのも。あ、今橋さんのところなんですね。これがあの正式に細かいの。そう、まだ、ね、まだあの一人身です。うん、あ、でも安心ですね、うん、悪い人じゃないから。悪い人じゃない、うん、いい人ですとは言い切られへんけど悪い人じゃないから。そうなんですね。いや、それは分からん。僕に見せてる顔とさ、あなたに見せる顔また違う可能性あるよ。うん、僕はいい人やと思ってるし、うん、協力してもらってるし、はい、本当に僕はありがたい存在やけど、はい、それはね、対して女性に対しては分からへんから、はい、あれやけど、いや、でも安心っすわ、それ。安心。
あーそう。そう。あじゃあ恋愛も全然、今はちなみに彼氏はいてんの？今はですね、今は内緒です。おるやん。いると思ったらいるし、いないって思ったらいない。おるな、これは。いいんですか？クビじゃなくていいんですか？彼氏いるやつ入れていいんですか？違う、いる。生産させんでいいんですかって。生産させんでいいんですか？いるとも言ってるね。ここで付き合ってるパターンないですよね。絶対ないです。絶対ってやめてあげて。男性はもしかしたらがあるかもしらんねんから、もしかしたらで。今日あの2回目なんだよ。2回目なんや。そう、うん、2回目だけどさすがに、なんか24歳って若いから、もっとエロい質問しようと思ったけど、逆になんていうのその、昨今のニュースとか見てるとさ、はい、なかなか言われへんもんやわな。若い子に、なんていうのセクハラですって訴えられそうで怖いわ。そうですよ。いやいや、やめて。そのセクハラを武器にすんのはやめて。じゃあちょっとやりますか。大喜利。いきましょう。大喜利やりましょう。大喜利？うん。そっちが勝ったら、そっちが勝ったら何してもらいましょうかね。何したい？勝ったら何でもする。勝ったら。おい、一問一答大喜利。その代わり僕が勝ったら、ちょっと愛人契約を結んでもらっていいかな。要検討です。金額とかってこと？急にゲストやってたんやん。さっきまで私ないですとか言ってたのにさ、急にお金の話まで進んだやんか。次段階まで進んだやんか。僕がお金出してきて、ちょっとこれ頼むわ、頼むわ、本当可愛すぎてもうたまらんねんと、でもやっぱ嫁さんもおるし、金で何とかしてくれって言った場合、なんぼやったらいける？でも何もない。じゃあ一回数字、一回具体的な数字出してみて。え？その最終的に終わった後、僕と恋がね、財布に何個入ってたら、思い出として、まあいいかって思える金額、いくら？は、10万。安っ。払えんじゃん俺。じゃあ30。違う。そのなんかあれやわ、金銭感覚がしっかりしてらっしゃる。なんかここでね、いやマジで1億もらっても無理っていうやつはマジで目の前に1億置いて誘ってみたいもんですよね。10万って言われたら、いくらも無理ですよ。いや分かるけど、でも10万ってなんか人間としての、さあなんか風俗基準で考えたよ。風俗やったら1回2万3000とか3万ぐらいやから、まあそれに3倍して10万みたいなことやろ。その数字を導き出したんじゃなくて、風俗がもうよく分かんない。本当に。さあやりましょう。じゃあ僕が買ったら、10万で、愛人となってもらい、で、あなたが、買った場合は、私が買った場合は、お酒をおごってください。あ、お酒？お酒で、全然本当にギフトとして送るよ。はい、ギフトで。飲みに行こうとかじゃなくてさ、そう、ギフトでください。ギフトでやろう、そういうことやろ。そう、いいよいいよ、そんな、よろしいですか。はい、じゃあお題いきます。暴れん坊女優が撮影の時に意識していることは。これ難しいな。お題、暴れん坊女優が、でも女優やもんね。そう、どのぐらいの暴れん坊なの。いやもうそれはもうすごい暴れん坊よ。暴れん坊女優が撮影の時に意識していることとは。はい、どうか書きました。はい、行きましたか。はい、いけた。はい、どっちから行く？先が行く。先に行ってください。はい、はい、はい、で行きます。はい、暴れん坊女優が撮影の時に意識していることは。別にが口癖。はい、はい、ありがとうございます。はい、はい、10万、10万でいける。暴れん坊女優は撮影の時に意識していることは。ヒステリックな人の真似をする。さあさあ、ギフトのお酒が届くか、はい、10万で抱かれるか、どちらでしょうか。いや、30万。なんで30って言うの。いや、そうなってきた俺ほんまに30出すぞ。ええんか、30出されて。回収して帰る。さあ、これはまあ、すいません、もう一回やりましょう。もう一回もやりましょう、やりましょう。はい、いや、芸人さんには負けちゃう。いや、違うのよ。俺別に得意じゃないから。あ、そうなんですね。いいこと聞いちゃった。じゃあ、行きます。はい、
不倫している映画監督が撮影中にやりがちなことは。不倫している映画監督が撮影中にやりがちなことは。いや違うな、やばい、これ負けるかも。いや待って、私は負けた。はい、いきます。どっちからいきますか。はい、はい、いきます。はい、不倫している映画監督が撮影中にやりがちなことは。やっぱ不倫してるから女の人に詳しいんですよ。なんか下着姿の女優にそれサルートの下着だでっつってブランドを言い当てる。はい、はい、いきます。不倫してる映画監督の撮影中にやりがちなことは。今日の目当ては飲みに誘う。うわいいね、ストレートやね、答えがね。ストレート、ストレート。あんまやったことないわ。いいの、いいの、いいの、そういうのを聞きたいから。やっぱ、なんか、普段見ない姿を見たいかなと思って。なるほど。うん、そう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 、うん。その代わりでも、買ったら30な。俺が。50で。違う、どんどん金で。金にやらしい女やで。そんなことないですよ。回収して帰る。なんだ、回収して帰るって。うん、牛島くんみたいなこと言うの。いいですか。はい。はい、今回は、パルさん。イエス10 50。え、それなんだ、その金額だけ釣り上げられていくやつ。ここに置いてもらったらちょっと回収して。いや、回収じゃないの。本当に持ってきちゃうから。吉本ファイナンスで金借りてくる。さっき社長に出した。藤原社長につけて、ちょすみません、ちょっと今日女行けそうなんで50貸してもらってもいいですかね。天引き給料から天引きしといてください。さあ、ということでありがとうございます、はい、本当に。ありがとうございます。はい、これから僕は飲み会とか行って、はい、なんか、え、付き合ってる人女？いや、付き合ってる人はいないけど、うん、愛人がおって、吉野さんっていうのだけは言わしてもらうわ。はい、うん、ないですよね。いや、でもまあ、負けやからね。もう愛人契約を済みましたんで。はい、夜中の深夜3時ぐらいに、チンチン